どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ティアーズオブザキングダムやっていきたいと思います。今私、全体マップから見ると、ここら辺にあるエルム橋梁の井戸というところにいます。で、今回この井戸に入った後に天魔天の祠まで行ってクリアしてみたいと思います。では早速入っていきます。で、入ると一旦、近場で着地ができます。で、こういう明かり系の素材があるので、あまり明かり系の素材を持っていない人はできるだけ取っていってください。で、取りましたら、さらに深いところまで行きます。はい。で、真っ暗になるんですよ、途中から。真っ暗になりましたら、こういう明かりがついてるところがありますので、そこに向かってですね、目印となる明かり花の種をこう、はい、こういう風に放ってください。はい。で、そうすると、敵さんが現れてきますので、できるだけこう、上の方に向かって、明かり花の種をこう放ってあげると。で、敵をおびき寄せてください。おびき寄せる、で、ヘッドショットですね。ヘッドショットで倒すと、はい、そんな感じですね。で、さらにこの板を持っていきましょうか。はい。で、あとでこの板使います。はいはい。で、明かりもつけつつ進んでいきましょうかね。暗いのちょっと良くないじゃないですか。はい、進んでいきます。で、進んでいくと、洞窟の中にですね、こんななんか湖っぽいのが現れるんですよ。こういうの、これちょっと進んでいくの大変じゃないですか。泳がないといけないので、これをどうにかしたいというふうな形になっております。で、こんな板、こいつですね、こういう板がありますので、これを足場にしていきましょうか。で、こう足場にしたいので、先ほどの長い板も持ってきたというふうな形になっております。こいつも足場に使うというふうな形ですね。はい、これで置くというふうな形ですね。で、まずで、行けるところまでこの板で、こう足場にしていきましょうか。で、ここら辺で一旦またウルトラハンドを使うと、ここに、はい、宝箱があるんですよ。こいつですね。こいつを、ゲットしてみましょう。中身をゲットしてみましょう。はい。これで中身ゲットですね。で、中身がですけれども、サファイアになっているんですよ。で、こいつを一旦置いてあげましょう。はい。手に持ってですね、置くと。で、武器をちょっと切り替えてですね。で、スクラビルドしてあげます。で、この武器、振ると、はい。こんな風にですね、足場を作ることができるんですよ。で、次々と足場を作ってですね。で、こう時々こう暗くなるんですけれども、ゆっくり休みつつ、行けば、簡単に、こういうふうに進んでいけると思います。で、あそこが祠ですね。なんで、あそこまでとにかく、一直線に進んでいってあげるというふうな形になっております。ここに敵いるじゃないですか、こいつ。こいつはですね、当たらないように注意していきましょうか。大丈夫です。遠回りというか、当たらないように行こうと思えば絶対できると思います。で、ある程度進んでいくとですけれども、やっぱりこう、明かりをこうつけてあげます。はい、こんな風にですね。はい。で、繰り返し、足場を作って進んでいくという風な形になっております。で、ある程度進みましたら、ここで、はい、登っていってあげるという風な形ですね。やっぱり明かりをつけてあげます。で、天魔天の祠となっております。では、ここで調べる。ラウルの祝福、天魔天の祠、中に入りましたら宝箱だけの祠となりますね。はい、大きなゾナウエネルギーをゲットです。では、クリアしていきたいと思います。調べる。はい、祝福の光を手に入れました。はい、ご視聴ありがとうございました。では、また次回。